Oh.桐生だ。ああ、お前今どこにいる。風間組の事務所。風間組？今なんせ柏木さんは。なるほどな。それよりお前のもう道島組の事務所。ああ、いろいろ。そいつは直接。わかった。実はな、お前クゼの兄、俺もすぐそっ。 桐生、はい。すいません。あ、あの、はい。よく無事だったな。 する気だ。切れよ。俺は。どうですか？今日は飲んで帰りませんか？
見慣れたはずの事務所が お疲れ様っす。親父は？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。桐生さん。ああ、
I
派手な短歌切るだけあってなかなかやるな、おめえさんも。風間の頭クゼガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳ガキたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。